はいです。今回ね、図の周り、まあ、どんだけこのゲーム擦り続けるんだと思ってる方もいると思うんですけど、大型アップデート来ました。早ない ?3 月7日だよ、これリリースされたの。で、なんか、新しい武器と、新しいコースみたいなのが追加されたらしいんだよね。なんかちょっとそれやりたいなと思って、やっていきます。ニューゲームから。多分ここは変わんないと思うから、ちょっとスキップしますね。で、最初のチュートリアル、もう結構変わってるらしいんだよ。とはちょっと楽しみなんだけど、あ、で、ちょっと宣伝させてください。今やってるサウズ・オブ・ザ・フォレスト、食人種がはびこる島から脱出っていうゲームやってるんですけど、そちらもね、ちょっとご視聴してくださると俺が喜ぶよ。そう、こんなんなかったよね、前回。これをクリアしていかないと先に進めないのかな。で、なんかクレームがあったらしいです、このゲーム。やり方がわかんねえが、チュートリアル的なもの作れよみたいな感じでクレームあって、なんか今回の大型アップデートでこんなんができたと。ほうほうほう。俺も最初ちょっとわかんなかったけど、まあね、そこまでなんかクレーム言う必要でもあるのかなっていう。で、新アイテム、この先にあるらしいんですけど、なんだっけ、ラクダ?ラクダの化け物がいるんですけど、そこに新しいコースが立ってるみたいなの。で、そこのてっぺんになんか新武器、なんかテレポートみたいなやつがあるらしくて、ちょ、それやってみてえな、みたいな。OK。ここかな?あ、ちょ、待って、行き過ぎ?手前、手前かな?あ、いや、ここでいいのか。よっしゃー!新コース。で、結構グラフィック、なんか変わってるらしい。キノコが生えてるらしいんだよ。で、そのキノコを辿って、行くらしいんですけど、キノコ、このキノコね。このキノコの先に、テレポートできる武器があるみたいな。あれだね。ここについていこう。待って。うわ、久しぶりだ。あの猫。金目、マジ。めっちゃ歩いてるやん。んで?あ、こっちか。意外と近いのかな?遠目?あ!やばい!永久歯いる!久しぶり!めっちゃ可愛くない?これ。そういえばこいつサムネイルにしたことなかったよね。まあいいや。待って。あ、こっちだ、キノコ。待って。びっくりした。もうマジやめてくれよ。テレポートの武器。こっちか。猿がいる。ちょっと拝みに行きたいんで、猿。くたばってくれ。あ、ずーっとこっち続いてってるわ。どこだ、ラクダって。なんかここら辺ラクダいてる。うわ、猫久しぶり!こいつ俺パート1の時のサムネイルだ。こいつらには助けられたからな。気持ち悪い顔してんな。あ、こっちだ。この森の中入っていくんだ。あ、やべ、人いる。あ、でかあのキノコ。あれじゃない?あ、そう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 。これだ、ラクダ。前回ね、ここなかったんだよね。このコース自体。ここ真っさらだったんだよ。で、新しく出てきたと。こんにちは。これ、こいつサムネイルだろ、今回。行くか。で、このてっぺん。あれだね。あれが新アイテムらしいんだよ。ちょ、行け。で、どっか登っていく?こっちか。ほげ、来た。久しぶりにこの声聞くな。え、ばばばばばば?こっちか。これはここに登って、どこ行くんだろうね、これ。あれか。ちょっと一番てっぺん行くか。とりあえず。ここね。オッケー。あ、でもここ登りそうだな。この上。あ、違うな。行くところか。これは乗って向こうだな。じゃあ手前側か?あんま遠く行きすぎると。あ、いや。どっちなんだろうか。いや、ちげえな。こっち登ってっか。あ、近い!あれだ!新武器。テレポートできる武器。で、ここ登ってって、どっか飛び乗んのかな?あ、いや、これミスってんな。じゃあ、これの上登って、さっきのところ、さっきの板を上飛ぼうか、ちょっと。やべ。あっぶね、落ちるとこだった。で、この上か。さっきこのまっすぐ行っちゃったんだけど、2段目にしようか、1段目にしようか。どっちなんだ?これはここだな。OK。ここ来て、他は?ここ来て何の意味があるんだ?あっちに乗れんのかな?もしかしたら。この一番上に登って。行ける?越えれる?ここ。どう見てもここ引っかかりそうな気がするけど、俺は。やっぱ引っかかるよね。
どうやって行くんだ。来る場所が違うのか、そもそも。あそこだよね、行かなきゃいけないの。あ、ここ降りるんだ。降りて、ここで上登ってくんだな。あー、来た！何こいつ、襲ってこねえのか。あ、じゃあいいや。この上だ。一番上、てっぺん。で、この上登って、ここで飛んでくんだな。飛んでって、これ、待って、どこに飛んでく？あっこか。あ、で、バーン飛ばされて、向こう行くんだ。これ真ん中だな。よし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 。テレポートってどういう時に使うんだろう。使えなくても一応クリアはできたけどね。もしかしたらテレポート使わないとクリアできないコースができたとか。は、来た。よいしょ。これか！取って、来た。9でどうする？ん？これで、あ、こことここ行き来できるってこと？これ T 押して、あ、どういうこと？ん？え？え？なくなった！テレポートがなくなった！これ電気がなくなったからか？行って！これ電気補充して、置いたところにテレポートすんのかな？これを Q でここ置いて、で、ここで T を押すと、あ、すげえ！ここにテレポートできるんだ！あ、じゃあこれあれじゃん！上にもし登った時に、落ちたとしてもこれ置いとけば助かるってことでしょ？ちょ、お前来んな、マジ気持ち悪いから。すげえ！これがあったらめっちゃ猿のとこ簡単じゃん！ちょっと行ってみる？猿のところ。近いしね。あー、かわいいこいつ。君、どっか行け。進化した俺を見せてやる！くたばれ！よし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 。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくり。で、ここ回して、乗るの！乗れって！何してんの？進化してねえじゃん！何も進化してねえ。ゴミだ。あ！で、これバーンやって、くたばってくれ。で、めっちゃ簡単になるんだよね。これ、ここに置いて、ここにテレポート置くんだよ。ここ置いて捕まるでしょ？で、これだよ。奴らがこっちに来たタイミングで俺が向こうにテレポートすればいいんじゃない？おい、どけそこ！おい、ゴミ猿！そこにいたらだって行けないよ。おい、降りてこい！降りてこい！おい、そうだ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 。で、降りてきたこのタイミングで、ちょ来い、こっち来い。おい、ゴミ、ゴミ。んで、これを、こいつひるませて、で、俺が T の方にテレポートして、E押す。これを変えることによって、奴がもうこっち来れないんだよ。ザゴメ。なんで？はい、というわけで、テレポートの武器が手に入ってめちゃめちゃゲームが簡単になりましたよっていう紹介でした。サンズオブザフォレストもね、実況してるんで、そちらの方もご視聴してくださると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。